こんな大きいなんかね、大変だよね、焼くのね。大きいよね、これ見て、これ。ね。これあれだね。これ大きいんじゃない？いっぱい物が置いてあるから邪魔でどうしようもない。私こういう散らかったとこでお料理できねえんだよね、私。綺麗好きだから。キモいよね。こんな散らかったとこでお料理するのは私嫌いなんだよね。怒りたくなる、あのクソガキ。跳ねるからね。あんまりやつは跳ねるから。どうしようもないよ。跳ねる跳ねる、油だから。これじゃ困るな。掃除が大変だ。お掃除のこと考えるだけで頭痛くなっちゃう。よし、じっくり焼かなくちゃどうしようもない。あの子ダメ人間だからね。ヨタがヨタだけ。よし、これでいいか。まあ、いっぺんじゃ無理ね。三つ焼いたってしょうがないでしょ。箱どこ置いたんだよ、あのバカ。うちのバカガキよ。よって、あ、これか。バカガキ。大嫌い、あの子。じっくり焼かないと焼けないね。ねえ、よいしょ。ちょっと待ってね。これしまっとくね。とりあえず1枚。みんな焼いても食べられないでしょ、こんな暑いのなんか。ねえ、困ったいね、こういう具合の悪い。料理配信は無理なんだけどね、私。ああ。よいしょ。じっくり焼かなくちゃかよじゃないね。こういうのはね、じっくり焼かなくちゃだからね。ほら、いろいろ買ってくるでしょ、こういうもんあるのにね。めった買うの、ステーキのこれでしょね。あと焼き塩だっていっぱいあるのに買ってくるね。考えられない。ほら、生わさびだってね。私こういう無駄遣い大嫌いね。やっぱりお金って大事だから、あまり無駄に使っちゃダメ。これ大丈夫かな、これ。これじっくり焼かなきゃしょうがないよ。うまいかね、これ。どうかね、皆さん。
どうかね。見えます？こんな感じ？見えるかな？見える？こうか。こうか。ね。ステーキってどのぐらい焼くんか私わかんないよ。焼いたことないんだから。ねえ、わからないよね。もういいかな、わかんないよな。じっくり焼かなきゃダメなんだろうね。こんなにステーキつけるのにこんなにいっぱい買わなくてもいいと思うけどね。ステーキソースだけで十分だと思うんだよね私は。なんかわかんないや。いろいろ買う子なんだねこの子はね。よたらね。こんなもんでじっくり焼けばいいんかな。だって暑いからね、どのぐらい焼いていいかわかんないもんね、私には。どうかな、しちゃうよ、これじゃ。さあ、これでちょっと焼いてますね。ちょっと焼いときますね。ね、わかんないもんね。わさびなんて何年買ってくるんかね。私どっちかするとステーキソースのが好きだからこれはいい。なんでこんなに買うんだね。この厚さもう焼けてるんかな。何しろ暑いですね。こんな暑いんだよ。暑い。すごい暑い。ね。とりあえず一つなんだけどね。一つ。
ああ、箸で切れるよ。ほら。どうしたのこれ。あらあらあら。なんか切れそうだね。箸で。切れるかな。ああ、切れる切れる。あ、切れるよ。これ焼けてるね。じゃあちょっと食べてみるね。食べてみるね。食べてみてもな、丼がどこにある。丼がどこにあるかな。どれがいいかな。見えた方がいいよね、みんなにね。丼よ。まだね、玉ねぎの方が焼けない。食べてみるかね。ちょっと待ってね。え、ちょっと、よいしょ。見えるかな。よっこいしょ。ウインナーはさ、昨日の残りのウインナーあるからこれ入れちゃえばいいよね。もう焼けたような気がするんだけど、あんまり焼いてもよくないね。多分これで焼けてるんじゃないの。なんか赤い肉汁が出てる。今少しやと。すごいね、これね。13,000だって、これで。たまれるね。こんな高いのね、考えられないね。なんかね、ちょうどね、切れるんよ。手っていうか、箸で切れるよ。ほら。そんなもんでいいか。私そんな食べられなかんね。あのね、大きいけど、私これぐらいしか食べられないから。なんか切んなくてもね、箸で切れました。こんな感じですね。はい。こんな感じね。はい。こんな感じです。ね。こうね。うん。はい。ありがとうございます。ね。美味しそうってね、好き。焼き好き、ウインナーいらないって。私が食べるんです。ね。そうなの。美味しそうってね。ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございますね。さあ、食べてみるか。じゃあ。よっこい。よいしょ。焼きすぎウインナーはいらないって信号。だってね、色に入れたんだもんね。いいじゃないね、色だもんね。そう思わないね。え、食べてみますね。ね。
こんな感じ。こんなのね、こんなの。あのね、切んなくてもね、手で切、あの、箸で切りました。こんな感じね、はい。塩をつく。私は、うん、大丈夫。好みがあるから、そういうのはね、何つけるかね。そうだよね、好みあるよね、みんなね。うん、好みだよね。わ、塩は嫌いだからね、うん。塩とわさび嫌いなの。ね、私ね。そうなんだよ。じゃあちょっと食べてみるね。うん、こんなステーキのでかいなんか食べたらあんた、胸つかえちゃうよね。年寄りはね、うん。食べてみてくださいって。そうですね。食べてみます。これね、でかいからね。箸でちぎんないと。なんか私、胸つかえちゃうんだよね。小さく切ります。うん。あ、ステーキソースはありますから大丈夫ですよ。うん。うん、柔らかいですね。うん。そうね、なんていうの？肉がね、すごい柔らかいよ。うん。美味しい。うん。でもよく噛まないとね、喉に突っかえちゃうね。うん。ありがとう。ポンポンありがとうね、皆さんね。うん。ありがとう。うん。ありがとうね。美味しいですよ。うん。美味しい。ね。うん。私、塩味より、こういうのがいいね。うん。ステーキソースね。こういうのがいいね。うん。とろけるようだね、まちょこちゃんね。うん。とろけるよう。ね、これ。ね。うん。あ、割と柔らかいね。うん。うん。私ね、塩とね、わさびなんつん嫌いだよ。こういうのが好きだよ。ね。塩とわさびよりね、これのがいいね。うん。わさびさん、お腹いっぱいになっちゃうね、これね。どうしようね。うん。玉ねぎがいいね。うん。ね、うん。ああ、お腹いっぱいになる。女性さん、ご飯はって。うん。ご飯はね、私ね、生寿司の残ったのがまだ2つある。それ食べてもお腹いっぱいよ。こんな食べられない私。うん。